So the first question, the most important question that we ask everybody, is what is your favorite biscuit or cookie, and what is your favorite beverage? Start with food. もう肉が好きですかね。日本、焼肉ですとか、そういうステーキですとか、まあ、割と日本にいるんでお茶をよく飲みますが、まあ、コーラとかも好きですね。Okay, so can you tell us a little bit about Ivy the Kiwi? What gamers can expect to see from the game? That kind of thing? まあ、このアイビザキウイはですね、まあ、絵本を舞台にした、ゲームになってるんですけども、お母さんとはぐれてしまった赤ちゃんのキウイを、まあ、ツタを使いながら、こう自分が神様のようになりながら、こう少しずつこう手助けしてあげながら、お母さんのところまでこう連れてってあげるっていうのが、まあ、このゲームですね。Just to focus on the actual the title itself, why does the title have a question mark at the end? Is Ivy indeed a Kiwi? 基本的にはこのゲームの物語最後まで進めていただくと分かるようになってるんですが、今回その普通のゲームですと、結構こう最後まで行くとエンディングクレジットがあったりとか、ムービーがあったりとかっていうのが、まあ、ご褒美、そしてゲームのクリアっていうのご褒美としてあると思うんですけども、今回のこのアイブザキウイは最後のクリアした時のご褒美として絵本が読めるようになってるんですね。この絵本を読むことによって、最終的になぜこれがアイビーザキウイっていう名前になっているかっていうことが、分かるようになっていますので、ぜひ皆さん頑張ってプレイして、その謎をこう解いていただければと思います。 So, what are the fundamental differences between the Wii and the DS versions? 一緒なんですけども、まあ、操作が少しタッチペンとポインティングの違いがあります。で、Wii バージョンではですね、4人で戦ったりすることができるんですけども、その時に相手の画面にもこうツタを引いたりすることができるっていう、こう遊びができるんですけども、そこが、まあ、人を手助けしてあげることもできるし、意地悪をすることもできるっていう、それがそのこうプレイヤー同士での駆け引きみたいなところでの、まあ、いかに仲がいいか仲が悪いかみたいなところの遊び具合を Wii バージョンは楽しんでもらえればなと思います。で、DS の場合はそういったところがないので、メダルを争うみたいな別のモードも用意していますので、まあ、双方違った楽しみができるんじゃないかなと思いますけども。Is this is Ivy the Kiwi a one-off title? Are we likely to see sequels? And is working with some of the new motion control technologies such as Move, Kinect, that kind of thing, is that of interest in a potential sequel or in or indeed in your games in the future? まあ、このアイビザキウイ自体は、まあ、どうですかね。まあ、現時点では続編作るつもりは全くないんですが、まあ、もしすごくたくさん売れた場合は、まあ、そういったことも、まあ、あり得るかもしれませんね。で、まあ、その新しいテクノロジーに関しては、非常に興味はあるんですが、アイビー、まあ、正直な話、こうできるかなと思ってちょっと検討したことがあるんですけども、ちょっと今のアイビーの、その Wii であったり DS であったりの、この操作感っていうものの良さを実現できるかっていうとちょっと難しそうですので、またそのプレイステーションムーブやキネクトってはそれなりにこうまた楽しめる別のゲームを考えた方がいいだろうということで、また新しいアイデアを考えようということでいろいろ考えたりはしてますが。What was the motivation behind the decision to split away from a larger company such as Sega and move away and create a more independent, although partly Sega financed company in Probe? 一番は本当にこの、なんですかね、セガという会社、まあ、すごく僕は大好きですし、まだずっといたかったんですけども、ゲーム業界の歴史が浅いせいもあってですね、いいゲームを作るとどんどんこう偉くなっていってしまうんですね。で、そうすることによってなかなかゲームをこうしっかりと作るという仕事だけをするっていうふうになかなかならなくてですね、そのためにやっぱり、まあ、ゲームクリエイターとして、まあ、職業を、まあ、やっている中でいくと、死ぬまでにもう少しそのソニック以外のまた新しいゲームを作っておきたいと思ったので、まあ、独立をさせていただきました。Moving into sort of for this question, sort of moving into the realm of fantasy a little bit, if you were to be given another shot at a Sega title,
in the past. Is there a particular game that you'd like to go back to and create a sequel in, you know, in terms of, as I say, this is a completely hypothetical situation. Okay. But is there something like Burning Rangers or Girls Garden or something like that that you'd like to go back to? 作りたいかって、はい、どうですかね。そうですね。まあでもバーニングレンジャーもガールズガーデンも僕はすごく思い入れのあるゲームなので、どっちも作れるなら作ってみたいなと思いますが、はい、ですけどもいろんなものも作りたい欲求もあるんですが、それ以上に新しいものを作ってみたいという方が強いっていうことですね。なかなか体一つしかないので、はい、なかなかいくつもいくつもってやっぱりやれないと思いますし、新しいものなので、まあ、新しい、まあ、例えば今回アイビザ Q とかをまあ見ていただいて、はい、なんかこう、いやアイビザ Q 作ってるよりソニックの方が良かったよって思われないように頑張りたいと思います。And final question、obviously、you know, Sonic is such a iconic character and game. Do you feel that being responsible for the title has helped or it's hindered your career post Sega? どうですかね。僕はあの基本的にあんまりそういった作品作るときにプレッシャーを感じることとかはあまりないんですけども、うん、そういった意味では別にそんな悪いこともなく、まあいいことばかりじゃないですかね。そうですか。いろいろまたこうやってこういろいろインタビューしていただくのもありがたいと思いますし、たくさんのファンがいてまたこう新しいものを待ち望んでいただけている場合もあると思いますし、すごくありがたい状況かなと思います。